ここ集中やって、なぜ減速した、ちょっと、いやうまいわ、行かれた、くー厳しいか、さすがに厳しいか。はいどうも、白木くとおくでございます。皆さん、e フットボール2022楽しんでおりますでしょうか。私もね、あの PS4 版の方なんですが、飽きなどしてね、楽しんでいるところでございます。なんですが、まあ PS4 版、PS5 版、そして PC 版と、まあこのゲームね、無料でできるということで、すごいありがたい、元ウィーレミンとしてはすごいありがたいことなんですが、 PS4 でね、しっかり課金してる分、 PC 版で今ねやってるんですけど、この PC 版でちょっとある企画をやりたいなと思いまして、こんなスカットを組んでみました。浦和レッズスカットでございます。はい、まあ、今回ね、言ったら無課金でも割とね、まあ遊べるんじゃないかなと、いろいろ面白いことができるんじゃないかなということで、まあ僕浦和レッズサポなんで、浦和レッズの選手たちでスカットを組んでみました。まあスタメンもしかり、あとはね、監督もリカルド・ロドリゲス、はい、浦和レッズの監督でございます。でベンチメンバーも浦和レッズの選手で、ベンチ外メンバーも浦和レッズの選手でございます。はい、完全浦和レッズスカットでございます。ほんでやっとオンラインの方でね、あのドリームチームっていうねモードなんですけど、オンラインの方でディビジョンって言って、まあランクシステムがやっと追加されたわけです。でこの浦和レッズスカットを使って、ディビジョン1、まあディビジョンの一番上のランクですねを目指していきたいと思います。でね、この企画に関してはずっともう動画のみでやっていきたいと思います。生配信でも一応しない予定ではあるんですが、基本動画でやっていきたいと思います。浦和レッズサポの方、そしてこの企画面白いなと思った方は、ぜひチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。で今現状なんですけど、まあ、ユンカだけちょっとレベルをね、ちょっとだけ14レベルまで上げたんで、一応ねタレントデザインポイント使ってこうチームスタイルだねを上げました。はい、99になってるね。あとは全然上がっていないので、本当にまだ集めただけっていう状態です。でプラスこれ無課金で進めていくつもりなんですけど、今ねこういう風に J リーグディビジョン1のこの指名契約権って言って、まあ J リーグで活躍してる選手を手に入れることができるんですよ。まあ今ね現状浦和レッズの選手だけのスカットなんですけど、こういう風に選択して、まあ、例えば補強していく、まあ J リーグの選手だけでやっていくっていうことも可能なので、そこら辺もねちょっとやっていきたいかなと思います。まあ今回はちょっとね、とりあえず浦和レッズの選手だけで1試合、まあ2試合やっていきたいと思いますので、よかったら見てみてください。ということで、この e フットボールリーグですね、これがあの対人戦でディビジョンの昇格を目指しましょうっていう、まあモードなので、こちらをやっていきたいと思います。いやーねー、でもねこう好きな選手だけを使ってできるっていうのはだいぶね面白いと思うんだよな。早速試合の方行っていきたいと思います。はい、じゃあ早速マッチングしました。早いね、なんか PC 版早くない？はい、ということで初陣なんだが、皆さん、選手の皆さん調子はいかがでしょうか。さあ調子の方を見ていきましょう。ドン、あーなるほど、スハルク調子悪い、江坂調子悪いと。そうだね、関根と変えて、関根をちょっとポジション下げますか。で、まあ、ウォーベルグも1個下げるかな。ちょっと総合値さ変わっちゃうけど。で、江坂トップ下なので、まあ、小泉に変えて、OKOK。さあ、行きましょう。わあ、これちょっと、うわ、緊張すんな。いや、ちょっとね、せっかくだから勝ちたいよね。さあ、来ました、初陣。お、いいね。いや、いいね。なんか、やっぱ、好きな選手、好きなチームでっていうのは、すごいね、気持ちが、こう、上がるよね。マジテンションぶち上げですわ。さあ、行きましょう。初陣でございます。まあ、言うて PS4 の方でやってるんでね、操作だったりとか、そういうのは割とね、うまい方だと思うんですが、ユンカ裏抜ける。さーて、コンカでドゥン。ちょっと待って。体勢悪。ここを跳ね返す、来た、関根、関根行け、ターン、ここ来た、いやユンカぶつかってる、一回預けて、ここ、いやそこじゃないけど、あ来たか、コンカ、おー、オーケーオッ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 ケー、いいよいいよいいよ、いやーこれコーナーがなー、いまいちまだね強いコーナーが発見できてないんだよね。だがしかしシンプルに入れていく、入ったー！オッケーオッケー！
素晴らしい素晴らしい、小泉ヘディングシュート、コーナーからのヘディングシュートでございます。いやめちゃくちゃ似てる。いやいいね、いやもうやばい、ドキドキが止まらねえ、テンション上がってドキドキ止まんねえっす。ここ止める、ここ止める、ナイス。はい小泉、小泉、はい小泉走る、ここ中入れて縦預けてもう一回返して、ここ決めていく。素晴らしい組み立てです。ボランチから上がってきた柴戸が決めていく。素晴らしいね。いや今の組み立て良くない？てかユンカーのヒールパスうま。はい来たよモーベルグ、ユンカー無理か、うーんオッケー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 、まだ取れる、まだ取れる、オッケーナイス、コンカ、はい来たオッケー。これ全然多分ディビジョン全然いけるで、いけるでこれ。うーん、サイド展開できないから一回縦預ける。柴田。柴田。オッケー。岩尾。はい、ユンカ。はい、ここ。はい、オッケーです。ここ止めたい。ここ止めたいよ。ここ止めたいよ。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。しっかり止めて。ナイス！うまい！これは、インパクトだろ！来たー！ここ、集中。ここ集中。ここしっかり。ここしっかり止めたい。はい、ここ止める。オッケー。縦当てる。サイド。空いてる。はい、来ました。はい、関根。関根。関根。はい、コントロールか。はい、オッケー。オッケーです。オッケーです。これでいいんです。縦走っていいよ。はい、関根。はい、関根。来た。はい、オッケー。もう一回。はい、オッケー。素晴らしい。いやもうちょっと待って、多分だけどお相手さん結構始めたばっかりとかそんな感じもするね。うん、選手はなんかね、チャルハノールとかいたけどなんかそんな感じがちょっとするな。止めて、そこやだな。オッケー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 、よし。はい、ということでディビジョン9、ディビジョン9に昇格しました。まあディビジョン10はね、1勝すればよかったみたいですね。で、新たなラウンドが開始しました。昇格するには勝ち点6が必要。まあ10試合中2試合勝てばいいって感じかな。じゃあ、早速続けていきましょうか。はい、来ました。ペリタ・バンダン・ライアさん。なんかちょっと強そうだな。チームパワーも2000超えてたね。さあ、ここがちょっと鬼門になりそうな。まあディビジョンが1個上がっただけなんですが、それでもだいぶ変わると思う。さあ、こちらのメンツとしては調子をまず上げていてほしい。うん、オッケー。またスハルク調子悪いな。そしたらスハルクと松を変えます。お、関根も調子いいね。途中で変えるか。で、A サッカーもまた調子悪いから小泉に変えて、まあとりあえずこんなもんかな。うん、今回はショルツがセンターバックで入ります。オッケーオッケーオッケー。で、相手の情報は、おー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 、はいはい、来ました。ディビジョン9初戦でございます。初陣ですな。いやー、勝ちたいね。これはこれは勝ちたい。幸先よく行きたい。ただ相手がだいぶ強いぞ。おっと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 、ちょっと待って。やばいな。あ、やばいな。ちょっと待って、なんかカメラがおかしいね。ちょっと待って、カメラおかしいよ。ちょっと待って、なんかカメラがおかしい。なんか、え、待って、さっきと違うカメラが。え、ちょっとごめんね、お相手さんね。ごめんね。カメラおかしいよな。ほら、なんかスタジアムになってるわ。こうや。ちょ、勘弁してよー。オッケー。やばい。サイド。オッケー、しっかりと、しっかりと。中当てて。一回当てて、当てて。サイド走ってない、サイド走ってないよ。ユンカに来た。はい。いや、打てないか。シンプルに打ちゃよかったな。ユンカ来た来た。うーん、ビエラ強え。はい、ここ勝つ。うーん、ビエラ強え。ナイスカット。縦当てる。いや、取られる。オッケーオッケー、いいよ、ゆっくり行こう。打ってくる。うわ、それはうまい。いや、マジか。あれ入るか。うわー、
マジか。いや、うまいね。いや、今のはあっぱれだわ。あっぱれ。まだら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 、エディンソン・カバーニの裏。いや、きつい。ナイスカット。オッケーオッケー、ないりないりないり。あるよ、あるよ。ゆっくりこう。あ、ユンカー。ユンカー。ユンカーの裏。いや、抜けねえ。集中。ここ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 集中やって。なぜ減速した、ちょっと。いや、うまいわー。行かれた。くぅ、厳しいか。さすがに厳しいか。モーベルグ。サイドはたく。けど、無理か。ナイス切った。ユンカ頼む頼む。オッケー、オッケーオッケーオッケー。まだあるまだあるまだあるよ。まだ時間あるよ。オッケー、まだあるまだあるまだある、全然ある。来た。いや、くぅ、マジかよ。あ、抜ける、これ抜ける。来た。あるぞあるぞある。はいはい、2点返したよ。ほら、お相手ビビってんじゃないこれ。まだあるぞまだあるぞ。取れる。はい、来た。いや、マジくそ、うまい。抜ける。オフライン。お前、いや、ちょっと思わず人間とは思えない声が出たわ。大変焦りました。いや、最悪や今の。もったいねー。うわ、最悪だなー。うわー、最悪。いやいや、でもね、まあ、戦力差あったけど、まあ、3点取られた後に2点取ってますし、いや、全然これね、しっかりと選手能力上げていけばディビジョン1もう夢じゃないと思うのでね、これはもう頑張ってディビジョンは目指してやっていきたいと思います。ということで、この企画面白いと思った方、そして浦和レッズサポの方、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ということで、白木くんでした。ご視聴ありがとうございました。